厚森のマイデザインを使った長さの学習を紹介します。この動画ではイラストの一例を紹介します。3本の縦線からなる電波のイラストです。右の見本を見ながら一番短い線と長い線を描いていきます。それでは本編をご覧ください。まずは一番短い線から描いていきます。真ん中の縦線をヒントに、 一番短い線の始まりを捉え、下から上方向に塗り進めていますね。順調に塗り進めています。短い線を塗り終えました。ここで一度見本と見比べて正しい長さかを確かめます。少し長く塗ってしまったことに気づき、画面をじっくり見て修正しています。この積極的な姿勢が、 大変素晴らしいです。正しい長さに直すことができました。花丸です。次に一番長い線を塗っていきます。見本をよく見て線の始まりを正確に捉えることができました。長い線も順調に塗り進めていますね。 途中経過も見本とモニターを見比べて正しいかどうか確かめられています。長い線もバッチリ塗ることができました。最終確認をします。モニターをよーく見て短い線と真ん中の線の横幅が違うことに気づくことができました。 縦線の前に学んだ横の長さもバッチリですね。大好きなゲームだと普段の勉強よりも楽しくそして印象深く学べますね。横幅そしてどこまで塗るかをしっかり見本とモニターを見比べて確認できています。先生が何も言わなくても積極的に自分で考えて正しい長さで塗ろうとする姿勢がとても立派です。 途中経過もしっかりと確認できています。バッチリです。書き終わったら答え合わせをします。物差し教材で長さを確認します。完璧にできました。最後に今後の意気込みを聞きました。素晴らしい意気込みでした。これからも一緒に楽しく学んでいきましょうね。 ありがとうございました。